いやーこれ普通に欲しいですこれもう普通に買いたいですね、これね。いやーやっぱりまあ FG という、こちら FS でこっち FG と言ってるくらいなんで、やっぱり FG のもう本当にザ後継機種っていう感じだと思うんですけども、もうこのヘッドがやっぱりもう FG 好きとしてはたまらないですよね。このもう見た目が。そしてまあとりあえず音の話からすると、まあやっぱボディがいわゆるフルサイズなので、本当にレンジがしっかり上から下までなっていて、そうですね、まあ、これこそ本当に何て言うんでしょう、歌いながら弾きたいギターというか、やっぱり FG ってまあフォークギターの略で多分ついてると思うんですけど、まあ、歌いながら弾くギターとしては本当にまあ、僕にとってはすごくベストなサウンド感なんですよね。やっぱり FG だとなんかこう歌いたくなる音が鳴るするというか、ちょっと経年変化がこう出てるような処理がもうされているということで、もう新品なんですけど、まあすでにこう何年か引き込まれたような音がするというか、だからこうちょっとなんでしょうね、こうずっと弾いてたくなるような感じ。やっぱ新品だとまあやっぱフレッシュな感じがすごくするギターが多いと思うんですけども、なんかこのギターは今僕今日これ初めて弾かせてもらいましたけど、本当にこのまま家に持って帰りたいくらい状態もすごくいいですしね。この感じのままずっと自分が弾き込んで弾きたくなるような、なんかそういうギターですね。こっちがちょっとボディがちっちゃいですが、こう上から下まで弾いた時に、なんつうんでしょうね、こう体のこっちで感じるやっぱローがすごいしっかりあるので、重心がやっぱりボディがちょっとちっちゃい分少しだけ上になるんですけども、かといってロー不足ってことは一切なくて、上から下まですごいかき鳴らしたくなるような音がします。で、なんといっても弾きやすい、ネックの形、そしてこのネックの幅もすごく、多分昔のどうなんでしょう、実際どうか分かりませんけど、僕が持っているヴィンテージの FG とかよりもちょっとだけネック幅があるような気がするんですよね。適度な幅がすごくある気がして、一本一本の弦が明確にこうクリアにやってるっていう感じがしますね。語弊を恐れず言うとゴージャスすぎないっていうのがやっぱ僕にとってすごい好みにドンピシャで、いい意味でなんて言うんでしょうね、こうあるレンジのところにこうクッと向かってってる感じがするっていうか、ちょっとこうレトロな感じっていうんですかね、まあなんかそういう感じが、印象がこの FG からしますね。だからなのか、だって弦は新品ですからね、これ今弦は新品なのに木のぬくもりがすごい感じるんですよ。音がいいのはもう当たり前で、発音もすごいはっきりしてて立ち上がりも良くて、だけど木のぬくもりがするっていう、なんかすごい不思議な、なんつうんでしょう、モダンヴィンテージじゃないですけど、なんかこう今風とヴィンテージ風がすごくいい感じで調和してる。でその上で多分このボディの2タイプというか、こっちはちょっとちっちゃいタイプなんで、ちょっとだけ重心が上のタイプっていうぐらいで、本当にどちらもすごくいいギターですね。